皆様お疲れ様でございます。急増と申します。以前にですねツイッターでツイートしたのですが、最近喉が痛くて病院に行ってきまして、内視鏡を使ってですね喉の様子を調べてみましたら、声帯の近くに白いできものみたいなものができていることが分かりまして、大きな声をですね出せなくなってしまったんですね。日常生活には何も問題はないのですが、声を張って動画が撮影できなくなりまして、しばらくはですねおとなしい動画をお届けすることになりそうです。ちなみにですね今は何をしているかというと、最近ですねコレクションの管理方法を変更しようと考えておりまして、ファミコンの箱だけではなくて、ファミコンのですね説明書やカセットも別々に管理することにしました。というのもですね、箱だけではなくて説明書だったりカセットもですね気軽に手に取ってみたいと思ったんですよね。はい、こんな感じでですね別々に袋に入れております。撮影中にですね地震のハプニングがありました。ということで、いつもありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。